皆さん、こんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では、慶応義塾大学総合政策学部の2016年の英語の問題から、大問2の語法三択問題について解説していきます。まず、16番なのですが、副詞の問題であって、お金というものは、重要である。まあ、何々なと感じでということが書いてあって、でもって、これらの調査、まあ、第一段落の、最初の方にある、まあ、何をもって、何を基準に人間というものは幸福になるのかという調査なのですが、この調査をというものが、あなたが思っているよりもお金というものが重要でないことを見破った、しかしながらという逆説があるので、この逆には、この16番には、お金というものがまあ重要であるということを強調する、ニュアンスと副詞が出るだろうと推測できるので、16番は2、明らかにが正当となりますと。そして17番の方に聞きたいんですが、17番については、1人当たりの、1人当たりの、富の豊かさ、ま、社会における、富の1人当たりの豊かさというものが、何かを超える、貧困の何々から、十分な、生活水準の程度にまで何々する。何々。まあ、貧困から十分な生活水準への何々。ということなんですが、ここで2対3説明というのが後ろの方にあって、具体的な説明というのがあって、国富の増加という、さらなる増加というものが、幸福には、全くもって影響しないのだ。カンマイ語にあって、要するに、まあ、一旦、まあ、一旦、一度、一人当たりの、一定、とある社会の一人当たりの富の水準というものが、貧困から適当な、まあ、十分な生活水準への何々を超えたとしても、国富のさらなる増加というものは幸せにさらに影響しないと書いてあるので、まあ、貧困から、まあ、適度な生活水準へのその境界線であったり、まあ、その垣根といったものだろうというふうに推測できるので、17番は3、入り口というのが正解となりますと。第2段落を超えて18番に行きたいと思います。18番は、まあ、形容詞がまあ3つ並んでいて、さらに、より一層さらに、何々、日本では、40年間の、この40年間に1人当たりの富というものは5倍も増えたが、やはり、個人の幸福度合いというものは、まあ、増えなかったということなんですが、まあ、この近年、過去40年間に、まあ、5倍も、1人当たりの富、まあ、物質的な富、まあ、所得だったりそういったものが増えたというわけだから、これはまあ、どちらかというとその驚くべきのに、まあ、個人個人の幸福度というものが、まあ、目に見えて増えてはいなかったということは、これは、まあ、
というような関係を見てみると、まず1番というのは不適切で、2番と3番増えなかったと書いてあるので、まあ、1番不適切で、で2番と3番なんですが、まあ、3番破滅的なことにと書いてあるんですが、まあ、一応は1人当たりの富、財産とか資本蓄積というものは、まあ、増えていったということなの、増えていったけれども個人の幸福は、まあ、目に見えて増えてはしなかったということなので、破滅的でもないということで、18番は3、驚くべきことにというのが正当となりますと。第3段落に飛んで19番に行きたいと思います。19番は、幸せを何々する、最も重要な要素だと見られるものは、密接した社会関係であると書いてあるんですが、まあ、密接した社会関係が重要であるものの、まあ、前の文章や前のパラグラフでは、まあ、お金というものは、人々にとっては役に立たないが、じゃあ何が、それなら何が役に立つなのであろうかということで、まあ、お金ではなくて、まあ、密接な人間関係である。要するに、まあ、お金が幸せを促進すると思ったら、お金だったり、まあ、物質的な財産といったものが増大したとしても、まあ、個人の幸福に対する増加には増加がするとは限らないということで、そこでさらに、まあ、お金が役に立たないなら何が起きる、何が重要であるかということで、密接な人間関係が、幸せを何々するということなので、まあ、ここは幸せを増やすだとか、促すというようなニュアンスだろうというふうに推測できるので、19番は3、増進するが正当となりますと。そして、同じ段落の20番に行きたいんですが、20番は、一言警告して、しかしながら一言警告しておくのが、しかしながら一言警告するのは何々だという感じなんですが、まあ、前の文章で、何が書いてあるかというと、他人とつながることはより重要、より、重要、主観的な幸福、豊かになるよりも主観的な幸福に対しては、まあ、重要であるように感じる。要するに、まあ、物質的な富というものを蓄積して、物質的に豊かになるよりも、まあ、他人と、関係を増やしていってつなげていくことによることが、まあ、主観的な幸福だとか精神衛生といったものに対しては重要である。しかしながら、一言忠告をしておくのが何々だというので、まあ、後ろの文章には、まあ、後ろの文章などを見てみると、まあ、人間関係、社会的な結びつきを持つことと幸せであることの関係性というのは明確であるが、しかしながら、まあ、原因が関係が明確ではないというふうに考えているのは、一言警告した方が良いであろう、するべきだというような、まあ、ニュアンスでが書かれてあるので、するべきだという一言、警告することが、まあ、するべきだというニュアンスになっているのは、20番は2、ふさわしいが正当となりますと。そして同じ段落の21番に行きます。21番は、動詞の問題なんですが、まあ、まあ、寂しい人、不幸な人々たちというものは、まあ、幸せな人よりも、確実にそういう傾向ではないと。友達だったり、まあ、ここ、というのは、幸せな人よりも、まあ、不幸な人たちというのは、こういうものを持っている傾向がないというのがあって、まあ、親しい友達、献身的な家族、さらには何々な、まあ、結婚相手、結婚生活
ということなんですが、まあ、結婚生活がうまくいってるという、まあ、親密な人間関係や献身的な家族に加えて、まあ、うまくいっている結婚だと推測してできるだろうというのを考えると、まず、まあ、1番はちょっと不適切。で、かつ、まあ、2番と3番なんですが、3番は、まあ、委託されているというので、ちょっと意味合い的にはちょっと不適切になるということなので、まあ、21番は2、長続きするというのが正当となりますと。第4段落に飛んで、22番に行きたいと思います。22番なんですが、22番は、22番はまあ動詞の問題であって、で、まあ、関係代名詞のまあ動詞なんですが、関係代名詞と主中のまあ動詞、述語動詞なんですが、自由や選択や自治、まあ、自己決定といったものが、まあ、自己決定といったものが、まあ、おそらくは、まあ、幸福の重要な要素を何々すると書いてあったんですが、まあ、何々であろう。で、まあ、もっと文章を書いてみ、見てみると、まあ、悩ましいのは、ここで悩ましいのは、密接な、社会的結束というものが、実際には、自由や選択、さらには、自己決定、自治といったものを減らしていく。で、自由や、選択、自己決定というものがどういうものかというと、まあ、おそらくは、幸せの重要な要素を何々するだろうって書いてあるんですが、ここでは、まあ、自由や選択や、まあ、自己決定というものが幸せの重要要素を、まあ、多分、まあ、構成しているであろう、持っているであろうというふうに推測できるので、22番は1、構成するが正当となりますと。そして、まあ、23番に行くんですが、23番は、まあ、形容詞の問題であって、選択の自由が、自動的に幸せへとつながるということを維持するのは、と主張するのは何々だ。明確に何々だ。明らかに〇〇だ。というのがあって、まあ前の文章を見て、まあ文章をいろいろと、第4段落前から見てみると、まあ悩ましいことは、まあ密接な社会的な結束というものが実際には、おそらくは、幸せに対する重要な要素である、要素を構成している、自由や選択や、自己決定というものを減らす、しているということである。で、まあ、具体例として、誰かの友人になるということが、まあ、自らの、自由といったものを制限しうる、制限する、責任を、まあ、重い責任を、まあ、受けることになっていて、で、さらには、幸せというものは、幸せというものに、まあ、たくさん、最も貢献していくものというものは、我々を自由にするのではなくて、より拘束するものである、ということであるというのを書いてあるので、要するに、幸せというものは、自由にするものではなくて、拘束するものが、貢献するであろうというふうに書いてあるので、ここでは、選択の自由、要するに自由にさせるものが、まあ、幸せにつながるというものは、まあ、良くないことである、まあ、お門違いであるというふうなニュアンスだろうというのを捉えて考えてみると、23番は3、世間知らずのが正当となりますと。そして、第5段落に飛んで、24番に行きたいと思います。24番は、まあ、動詞なんですが、ロバート・レーンという、まあ、政治科学者が、
物質的な豊かさの成長というものが、まあ、主観的な豊かさの増加につながるものではないとは主張しており、このロバート・レーンという人は、まあ、何か指摘していると。何を指摘しているかというと、まあ、我々というものは、重要な、幸せ、幸福に対する大きな現象というものを経験していると。何につれてというと、臨床的なうつ病というものがこの2つ世代、2世代、この直近の2世代で3倍にも増加している。要するにうつ病の診断というものが、まあ、診断率が、まあ、3倍にも増加しているという事実によって、経験していると。要するにここでは、まあ、そういった事実というものが、まあ、判明している、明らかになっているというふうなニュアンスだろうというのを捉えて考えてみると、24番は2、明らかになっているというのが正当となりますと。そして最後に25番に行きたいんですが、25番は、まあ、全知識で、何かを犠牲にして、加えて装ってと書いてるんですが、まあ、レーンの言葉によると我々というものは、より、増大した豊かさと自由さというものを達成していったと、社会的地位に社会関係の何々でって書いてあるんですが、まあ、今までの文章の、通りを考えてみると、まあ、社会的な、つながり、社会的な関係性と、まあ、豊かさ、物質的な豊かさだったり、自由というものの増大というものは、まあ、対比される関係であるということに、まあ、つながっている、対比される関係だったり、トレードオフの関係になっているというふうに見立てができるので、まず、まあ、1番は除外。でさらにまあ1番と3番なんですが、3番はまあ社会関係を装って、まあ、豊かさや自由が増大していったというのも、ちょっと対比関係やトレードオフの関係に関しては、ちょっとトレードオフの関係を踏まえるとちょっと不適切なので、25番は1、何々を犠牲にしてというのが正当となりますと。ということで以上をもちまして、大問2の誤報三択問題について解説を終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。